市沢町左近山第六経由二俣川駅南口行きです。毎度ご乗車ありがとうございます。この車は市沢町左近山第六経由二俣川駅南口行きでございます。途中お降りのお客様は降車ボタンでお知らせ願います。次は信濃町でございます。お客様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用につきまして、優先席付近では電源をお切りいただき、それ以外ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮いただきますようお客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。次は横浜ゴルフ場下でございます。横浜栄養専門学校前でございます。しっかり食べてしっかり運動、高木幼稚園へもこちらよりお越しください。事故防止のためやむを得ず急ブレーキをかけることがあります。私のお客様は釣り革、手すりに必ずおつかまりください。次は寛仁今井でございます。今井小学校へはこちらが便利です。内装、外装、水回り、横浜市介護保険住宅改修登録業者のリフォームサービスへは市沢団地入り口が便利です。技術と信頼の太田歯科は日曜も朝9時から受付、左近山第六バス停よりお越しください。コインランドリー隣です。次、止まります。バスが完全に止まるまで席をお立ちにならないようお願いいたします。次、止まります。次は藤塚小学校でございます。内科、小児科、皮膚科の新桜クリニックは新桜ヶ丘駐在所先、桜横丁商店会中央にございます。次、止まります。バスが完全に止まるまで席をお立ちにならないようお願いいたします。次は新桜ヶ丘保育園でございます。次は寛仁市沢上町でございます。左近山中央診療所、左近山耳鼻科、眼科は左近山第一バス停近くにございます。次は寛仁市沢下町でございます。次、止まります。バスが完全に止まるまで席をお立ちにならないようお願いいたします。次は市沢町でございます。アトピー性皮膚炎や不妊でお悩みの方やペットの健康相談は中国漢方による自然な治療で、佐野薬局へはこちらからどうぞ。東戸塚小児クリニックでは丁寧で優しい診療を心がけています。オーロラモール大英隣、タワーズシティ3階です。次は市沢団地入り口でございます。この車は二俣川駅南口行きでございます。次は左近山第六でございます。次、止まります。バスが完全に止まるまで席をお立ちにならないようお願いいたします。次は左近山第五でございます。次は左近山第四でございます。次、止まります。バスが完全に止まるまで席をお立ちにならないようお願いいたします。次は左近山第三でございます。次は左近山第二でございます。
入り口付近は大変混み合い危険ですので中ほどへお進みください。お客様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用につきまして優先席付近では電源をお切りいただき、それ以外ではマナーモードに設定の上通話はご遠慮いただきますようお客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。次は座根山第一、座根山第一でございます。座根山中央診療所、座根山耳鼻科眼科へはこちらよりお越しください。次は御宿会館でございます。次止まります。バスが完全に止まるまで席をお立ちにならないようお願いいたします。この先カーブが続きます。私のお客様は十分にご注意ください。座席のお客様は深くおかけください。次は泣ヶ原大池、泣ヶ原大池でございます。子ども自然公園はこちらが便利です。旭警察署からのお知らせです。旭区内では空き巣などの侵入等が多発しています。ドアや窓には鍵を2つつけ、出かけるときには近所で声を掛け合いましょう。次は牧ヶ原中央、牧ヶ原中央でございます。頭痛、めまいなどの悩みは受診当日 MRI、CT の小安脳神経外科クリニックへ、二俣川北口です。次は牧ヶ原第二、牧ヶ原第二でございます。次は牧ヶ原第一、牧ヶ原第一でございます。相続、遺言、債務整理など田塚淳司法書士事務所は二俣川駅北口から徒歩2分、初回相談は無料です。お疲れ様でした。次は終点二俣川駅南口、二俣川駅南口でございます。お誕生日には検診を、歯並びのご相談、江口歯科矯正は試験場通りドンキホーテ隣です。日帰り白内障手術コンタクトの二俣川愛眼科へはこちらからお越しください。お降りの際どなた様もお忘れ物ございませんようお確かめ願います。毎度相鉄をご利用いただきましてありがとうございました。